違うように、うだうだ生きてると人生も終わっちまうぜ。繰り返す毎日も夢見る世界旅行も結局は何を感じながら生きてるかなんだろう。うだ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 せい、うだ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 テキパキ、うだ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 たまにテキパキ。忙しく毎日送ってる奴らもうだうだ不器用にうだつの上がらない奴らも自分のためだけに少しは人のために結局は何を選びながら生きてるかなんだろう。腰を曲げることはとってもタワーがいるけど、走り出した自転車は割とスイスイペダルがぐんぐん進みます。そのうち上り坂下り坂そしてまさかの坂までやってきて、あなたの人生がそこで問われる。何のために生きてますか。思い通りには進まない人生、立ち止まり下に来りまた立ち上がり真の目的動かぬ志そこにたどり着くその日まで。生きてることに疲れて60のお姉さん、やりたいことに溢れて長生きすることも華々しく散ることも結局は今を感じながらどう咲くかなんだろう。何が良くて何が悪いか結局はその時はわからない。誠実に導かれるままに生きてゆきたいと願います。問題が問題じゃないのさ本来、問題にどう向き合うかが本来、問われる自分人のせいにすんな、全て君だと信じます。ジーザス、ジタバタジタバタ人生ハラ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 、でも大丈夫、うだ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 今日もまたテキパキテキパキ生きてみましょう。個人的な些細な問題全部同じだぜ。君が世界を変えるのさ。